今日は茨城県に、やってまいりました。これで六甲って呼ばれて六甲障害児支援センター、これでダルクの関係の潮騒ジョブトレーニングセンターっていう栗原さんっていう仲間から声掛けいただいてちょっとだけお話ししました。潮騒ジョブトレーニングセンターっていうフォーラムでお話しさせていただきます。短い時間だから、話して、まあでもこれいつもぶっつけ本番だから、その時にハッて思いついたことを話そうと思います。じゃあ、ついてます。はい。ぶっつけ行ってください。行ってきます。イエイ。音がですね。ね。ここって、六甲障害学習センター茨城県に書いてあるんですけど、本当はカムキボックスなんだよ。ビッグじゃないよ。え？ビッグじゃん。ビッグエコー、あ、メイクエコーだった間違えちゃった行きましょう。止まれるんだね。あ、本当だ。野球の合宿とかで使うの。そうだね、うん、サッカーとか。そうそう、あの歌詞も近いよね。うん、あ、サッカーはね、うん、はい、あ、潮騒ジョブのギャンブリーズのタッチと言います。あ、ギャンブリーズよろしくお願いします。ダンダンです。よろしくお願いします。本日は潮騒ジョブトレーニングセンターの回復のプログラムの一環でございます。各事業所などの活動報告を発表いたします。それではまず最初に潮騒ジョブトレーニングセンター自慢の回復プログラム、鹿島琉球大鼓のメンバーによります創作エイサーの演舞で開幕です。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。次の3曲目ですね、この後2部の栗原センター長の賛辞のお祝いということで、ぐすうじさびらという曲でですね、沖縄の意味でお祝いしましょうという曲ですので、その曲を、披露したいと思います。僕たち潮騒ジョブトレーニングセンター鹿島琉球大鼓ですね、この六甲地区を中心として活動をしていまして、今年で結成11周年目となります。僕が常日頃思っていることをお伝えできたなと思ってここで喋らさせていただきます。僕たち、依存症または生きづらさを抱えている仲間たちはですね、とても自己否定感が強いです。社会に迷惑をかけ、家族に迷惑をかけ、友達や恋人を傷つけ、
そして何より自分自身を一番傷つけてきました。このエイサープログラムを通して気づいたことがあります。それは仲間たちとの、連帯感、一体性、物事をやり抜く力、これは僕のない頭をひねってただ答えればくぐったんですけど、非認知能力と、これは平田というと生きる力、僕たちはこの生きる力をエイサーを通して回復につなげていっていますなと思います。この仲間たちと、そして、あんまり好きじゃないんですけどルビさん、僕の一応お母さんなんですよ。そしてセンター長、僕のお父さんですね、親父に感謝したいと思います。僕たちのこのエイサーのプログラムは全てのみんなさんに感謝して、こういう場が与えられていると思っていますので、これからもよろしくお願いします。潮祭場にあそこエイサーやってるよって、もしあったら声をかけてくれたら僕たちはどこでも駆けつけますので、その時はよろしくお願いします。それでは皆さん、よろしくお願いします。シアナリの坪倉と申します。よろしくお願いいたします。くしくもこの今年の2月のこの週末は、私にとってもとても思い出の深い、思い出の深い週末になりました。実は昨日、バルクの創設者である近藤恒夫が昨年の2月の27日に亡くなったんですけども、この送る会が1年間時間を置いて昨日開くことができました。今日は近藤さん80歳で亡くなった近藤さんを忍んで送るんだ、明日は80になって元気に活動している宇多賀さんのお祝いに明日は行くんだ、80歳っていうのも、いろいろ一つのポイントになったんでしょうけども、今日はいつからでもやり直すことができるんだっていうふうにこうテーマが掲げられてますけども、豊さんは60歳で新しい人生を始めて、成人式を迎えたわけですね。20歳、20年経って、立派な大人になって、私も実は、今年の5月が来ると75になります。私も50のちょっと前に回復のプログラムにつながって、実は今日この後も講演していただく川崎さん、実は病院、アルコール依存症の治療のから紹介していただいて、病院でも先輩で、施設につながったのも先輩なんですけども、これから先の宇多賀さんと共に歩んでいけるであろう人生を共にまた考える好きでもあったりとか、辰樹さんとも出会ったその26、7年前ですね、そこにまた思いをこう返して自分自身を振り返ってみることができるとても貴重な一日になるんだな。私も現在の回復途上にある外国水道の幼少の本人ですけども、その様々な方たちが、その当時関わってくれた方たちが、いつも回復の直後の声に伝えてくれたことがあって、現在に至っているんですけども、自分自身の抱えている本当の問題、自分自身の弱さ、脆さとか、には出していなかったけども、何か自分が抱えているその寂しさとか、切なさとか、そんなようなものも、なんか実感として、その時、現れてくるんですね。このまま生きていくのは本当にしんどいんだなって、つくづくと思うことができてね。大勢の仲間の中にいるおかげでね、それが、安くチャンスをこう、いろいろとこう与えてもらえるんですね。そのおかげで、なんとか生き延びています。どうもありがとうございました。最上級トレーニングセンターのセンター長です。栗原やったから。事業所のいいところの一つまで、いいことばかりを行っているところではない。行っておりさなくて、悪いことを起こしてしまう施設がある。依存症といいまして、多様化している人たちがいっぱいいる。10人から10人の人たちが必要じゃないかと痛感している。依存症で苦しむ人たちの中で、私は
回復者としての姿を見せている。大した力を持ったものなんでしょうね。でも回復した姿なら見せてくれるから、できるだけ清潔にして頭も、最近ではね、10日から1週間で借りに行きます。できるだけ清潔感を持って、これも見本の一つだなので考えます。過去の生き方を今の新しい生き方に変える、どうにもならない自分を否定にして、そこがします。アルコールと薬によって狂っている人間ですから、これが今では知らずで物を構えて行動できる、こんな素晴らしい生き方ができるのか、こんなふうに感じています。物質に侵されない自分、これが持って生まれたものなのか、知らずが一番いい、知らずで得られるのが最高というふうに今は捉えられるようになっています。いつ死んであろうか、どういう死に方をしてやろうかということを、今ではそれで約80歳という年になる、この先まだ10年ぐらいは生きられる、その間に何ができるだろうか、まさにね、先を考えられるように、私たちのプログラムは今日一日だけは使わない、今日一日だけは飲まない、そんな生き方をしながら積み重ねてきた。この最近になりまして、ようやくその先、未来の方を考えることができるようになりました。私は仲間を家族だと思ってますので、家族の入れるお墓を作りました。そこにはもちろん私も入れる予定です。仲間たちは、資格を取ったり勉強を取ったりとか、もう結構大きなことを将来に向けて、事業所もだいぶ充実してきましたので、そんなところで社会を目指して頑張ってほしいな。私の考えは、仲間、家族という大事にしていきたいと思います。その仲間たちがね、迷惑をかけること多々あると思いますが、できるだけ潮騒グループの中で解決をしていきたいと思います。あの夜も仲間たちとミーティングをしながら自分を鍛え直していきたい、そう考えています。お話しありがとうございます。潮騒ジョブトレーニングセンターのセンター長をされています、三宅さんです。僕ずっと前にお会いして、たまには落ち込んでうなだれるだろう、ケツまついて転んでもそれは誰のせいでもない、大きな悩み小さな悩み、時間が経てば全て離れそうさ。